シングを見て興奮したのかい？ジェン君、ポンちゃん、暴れています。ジェン君。はい、お父ちゃんは今日は営業に、交流会ですねに東京に行ってきました。秋葉原まで行って帰ってきました。もう今ご飯を食べて11時過ぎました。疲れた。なんかね、たくさん人がいるのは疲れるね。だんだんそういうのに慣れない体になってきたかもしれません。東京に住んでると何でもなかったのかな。ちょっと体質変わったかも。